普通高等学校を招き生全国統一講師は中国で実施されている全国統一の大学入学試験である。通称は高校。毎年の6月7日8日に行われる。高校は1952年に初めて実施された。その後、毛沢東が主導する文化大革命の方針により1966年から1976年まで中止されていたが、 毛沢東が死去した翌年の1977年に再開された。受験生は志望校や専攻を優先順位をつけて複数申し込むことができるが、大学や専攻ごとの試験は原則行われず、この他校の試験結果のみで合否が判断される。試験期間中、親は受験生を送迎するのが通例となっており、会場となる高校は親をはじめ多くの人でごった返す。 会場周辺は交通整理され、一般人は交通機関の利用を自粛する雰囲気もある。テレビでも受験前の願掛けをする親や、試験後の受験生のインタビューなどをこぞって取り上げる。インターネットで各校の合格点を発表したり、どこに出願すべきかをアドバイスする受験産業も盛んである。これは各省、自治区、直轄仕事に、 この点数以下だと大学には入学できないというものである。具体的には都市部出身の受験生よりも地方出身の受験生の方が合格ラインが高くなる。合格ラインが出身地域によって差別される背景には都市部の失業問題がある。行政府は地方からの労働者の流入によって都市部の失業率が悪化することを避けたいと思っており、そのため労働者だけでなく、 労働者となる前の大学入学者も合格ラインに差をつけることによって流入制限を行っている。こういった状況にあるため受験生の親が都市部の戸籍を取ろうとする行為も見受けられる。また、少数民族の受験者に加点して優遇するアファーマティブアクションも行われており、満州族の南等東やモンゴル族のイシエツやウイグル族のアブリキム・アブドゥルするなど、 少数民族で上限出身の各界の著名人も中国に存在する。2009年には重慶でその年の上限を含む受験者が加点を目的に少数民族に偽装して集団摘発された事件が起きて波紋を呼んだ。日本の倍率を遥かにしのぐ受験戦争とも呼ぶべき加藤競争の様相を中国国内で停止してる。 高校を避けて日本の東京大学などに大量の中国人が留学していることは爆会をもじって爆留学とも経営をされている。毎年数十名がカンニングによって摘発されている。手口としては受験生が問題を携帯電話のカメラで撮影、送信し、それを見た外部の人間が盗聴機で回答を伝えるというものなどがある。消しゴムや ボールペンに偽装した特殊な無線機器を使い、外部から答えを教える手口も発覚している。当局もカンニングには、最大金庫7年などの刑罰を課し、携帯電話の信号遮断や金属と、無線機器を感知する装置、生体認証、ドローンなどハイテクの活用でカンニングを取り締まってる。また、複雑な制度の盲点をつく手法として、いわゆる、足切りの点数が、 各省ごとに差があることを利用する不正行為も存在する。手口としては、足切り点の低い地域の戸籍を購入したり、偽装したりなどして受験をするケースがある。内モンゴル自治区や青海省などの教育産業が強くない省で行われてから相対的な点数優位性を獲得しているという。この行為は中国で多高行移民と呼ばれている。ありがとうございます。